私の夫ヘルンが日本に参りましたのは明治23年の春でございました。アメリカの出版社の特派員としての来日でございましたが、ついて間もなく何があったのか、会社に腹を立てて契約を破棄してしまったというのですから、遠い外国で一時はずいぶん困ったろうと思われます。 何人かのつてをたどって教師の職を得、島根の学校へ赴任することになりましたのは、島根が日本でもごく古い国でいろいろ紙をの面影が残っているだろうと考えたからのようです。もっと誰もが興味を持ち、売れるものを書かなくちゃ。<laughs> バカバカしい。どうして誰もが同じことに興味を持ち、同じことを書きたがると思うんだ この町には普通の暮らしがある。日本人が何百年もかけて少しずつ作ってきた暮らしだ。寺の鐘の音と米をつく音が混じる。地蔵堂の太鼓の響きと物売りの声が交互に聞こえる。本日はお越しいただきありがとうございます。 僧侶館は以前にも偉人さんをお客様としてお試したことがございます何卒ご安心の上おくつにくださいませ私、日本が知りたいありますいつもの日本お願いしますヘルン先生は日本の文化に興味をお持ちです私ども家族の暮らしはずいぶん前から立ち行かなくなっておりましたそのためおっしゃる通り私たちは金を借りました 借りた先は子供の頃から何かと面倒を見てくれた庄屋でございました庄屋は心よく金を持たせてくれました私はその金を懐に入れ大事に抱きしめて家路を急ぎましたところがそこで不幸が訪れたのでございます。 鳥羽が目に入ってしまったのでございますなんという不幸でございましょう私は賭け事が好きでやめられぬ勝分なのでございますそれはお主の問題であろう。そうといい切れましょうか。私とて、このように鳥羽というものがなければ、賭け事はやろうなどとは思いつきもいたしませんでした。罪人よ、お前が座っているあたりを見てみよう。そこに飛び石があろう。見えるか見えまする。もし。 この世に呪いがあると信じて欲しくばこれからわしがそなたの首をはねるゆえ首だけになってその飛び石に噛みついてみよう万一それをなせばわしは幽霊を恐れようわかりました石に噛みついてみせましょうまず無理であろう、ね、いいえ噛みついてみせますさよう なならば覚悟ナムんと本当に石にかじりつきよった。首だけとなったにもかかわらず、何がしきりと。しかも、恐ろし、い顔でこちらを睨んでおる。あの男はわ、しを恨むと申しよった。自らが幽霊となり、わしの命を絶つと言いった。 なればこそ、わしはあの男に、首だけになって、石に噛みついてみようと申したのだ。男は、わしを恐れさせたい一心で、石に噛みつくことだけを念じた。必死に念じた。首を切られる寸前あの男の願いはただ、石に噛みつくことだけになってしまった。つまり、あの男が死の直前に念じたことは、 石に噛みつくことであり、あの男は念じたことを達してしまったのじゃ。あの男の念はもう残っておらぬ。まさか、それほどのお考えがあったとは。人の上に立つには恨みも買う。その恨みを侮っておっては足元を救われる。恨みの強さはよう分かっておるよ。 <laughs> ヘルンが探しているのが母親なら私には勝負になりませんましてその母親は亡くなったそうですから私ももっといろいろなものを見たかったどんな人だったのでしょうね写真一枚ないそうです私もせめて 人もう少し知っていれば心が休まるのですが私ももっといろいろなもの今日西田の背中を見たあります街に人たくさん私人力車で走るでもわかりましたあれは西田私も 西田先生と先ほどまでお話ししておりました。それは素晴らしいです。僕の無念が晴れるような話がいいですね。私ももっといろいろなものを見たかった。必ずいい話を見つけるよ。こんな場所は嫌い。私が生まれ育ったギリシャはね。 太陽がいつも輝いて空も海も当たり前のように青かった空も海も灰色なんてどうかしてるこの空のせいかしらね人も陰気でこちらを疑いようにチロッと見るのよ私が何をしたっていうの入院したと聞きましたそして そのまま亡くなったと私ダブリーへ行ったの1人で息子たちに会いにでも会えなかった本当に本当に来たんですかあの人はもう再婚していた息子たちを親戚に預けて本当に薄情な男ギリシャの空の下ではあんなに優しかったのにわざわざ会いに来たのなら どうして私と弟を連れて行ってくれなかったんですもう何も信じられない死んでしまいたいいけません生きて生きて行くしかないどんな絶望も乗り越えるしかない信じましょうダブリンで妖精の話を聞いたでしょ辛いときには彼らが助けに来てくれるお母さんの故郷には神様がたくさんいるでしょ神様が生きる喜びを教えてくれるお前に何を どなたとお話ですか母は私を打ちました。頬の痛いと一緒に私、母の顔を覚えるありました。どんなお方でした黒い目、周りの大人より小さい体、日本の女の人と似るありました。あなたはまたいつか町の中でお母様の背中を見つけます。西田先生の背中のように。 その時に追いかけて行ってこの家に誘ってください母はこの家に来る可能ですかそのために階段を集めておいででしょう悲しい思いをした人が悲しいままで終わらないお話を幽霊の話たくさん悲しい人のため、えー、この世界に悲しい話たくさんたくさん多すぎるだから私たちは それを一つずつ拾って磨いているのでしょうあなたはどこへも行かせません。この母の手の届くところにずっといらっしゃい。ずっとずっとずっとただただ一緒にいることそれが私の望みです。生きて生きて生き抜いてそれでも病に倒れた西田は この話を気に入ってくれるでしょうかこの母の手の届くところにずっといらっしゃい。ずっとずっとずっと。という言葉はお母様がおっしゃりたかった言葉でしょうから。そうであれば私はもう母を探すことはないのです。私の旅も終わりです。<laughs>